荒健ケンイチは日本出身のピアノ奏者。福島県相馬市出身。東京芸術大学附属高校を経て東京芸術大学に進学し田村博史と長井進むにピアノを指示。1954年に全日本学生音楽コンクールの高校の部で第1位を獲得。1963年に東京公共楽団との共演で初舞台を踏み、 デビューリサイタルを開いた後に、ドイツに留学して、ベルリン芸術大学のヘルムート・ロロフの訓導を受けた。1966年に、ベルリン放送交響楽団と共演して、ドイツデビューを果たした。また、ベルリンフィルハーモニー還元楽団とも共演した縁で1978年に、トーマス・ブランディス、オトマール・ボルビツキーの各師とベルリンフィルハーモニーピアノ、トリオを結成した。また、 京都市立芸術大学や大阪芸術大学などで更新の指導にも当たった。2020年6月6日、ベルリンの自宅にて死去。アーカイブ2020年6月27日、ウェイバックマシン AB、荒健一さんピアニスト。東京新聞。オリジナルの2020年6月27日時点におけるアーカイブ。 http://archive.is/izpmz2020 20年6月27日閲覧。アーカイブ2020年6月28日、ウェイバックマシン、アラケニイチプロフィール。2020年6月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年6月28日閲覧。ab、アラケニイチシシキョピアニスト全国のニュース。 佐賀新聞リブ。佐賀新聞。オリジナルの2020年6月28日時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ s4luc2020 年6月28日閲覧。荒健一師主教ピアニスト全国のニュースウェブ等を。ウェブ等を。オリジナルの2020年6月29日時点におけるアーカイブ。 http://archive.is/.95bcb2020 <ッ>年6月29日閲覧。ありがとうございます。